こんにちは、チョメです。今回はこのミラレっていうゲームをちょっとやってみようかなと思います。大丈夫だよな。じゃあスタート。主人公を選んでください。え、どういうこと？前作ミラレ、ミラレ終わり。どういう、綾乃ちゃんにしてみる。初代ミラレになります。こちらでよろしいですか？あ、初代とかあるんだ。でちょっと初代やってみる。2つあるんだね。ちょっと後で上やってみよっか。もう19時か。私の時間も今19時。今の撮影日時が2017年5月6日19時12分です。同じだな。みゆきとの旅行楽しかったな。それなのに、あれから5日、みゆきから一度も連絡が来ない。私からの LINE もすべて未読だし、せっかく旅行前から今日のバーゲンは絶対行こうって約束してたのに、もしかして彼氏でもできたのかな？友達より彼氏を大事にするのか？よっ、たまにはアポなしで突撃してみるか。ん？なんだろう、違和感というか、視線を感じるというか、気のせいか。どうやってダッシュ？ダッシュとかはないのか。セーブしとくね。アイテムはない。お小遣いが1、10、100、1000万、1万も持ってるね。服がごちゃごちゃになっている。整理整頓しなきゃ。これダッシュはできないのか。ダッシュできないよね。よし。少女漫画が多いわ。こんなにときめく恋を早くしたいな。セットする必要ないかな。テレビすごい置き方してるね、これ。おばあちゃんからもらった古いテレビ、まだ綺麗に映る。どうやって見るんだよ、このテレビ。壁側向いてるじゃないか。私がいつも愛読している女性向けの雑誌、キュンキュンだ。なんかそういう似たようなのあったね。あ、これ何？台所。高くない？台所。これキッチン、これ料理作れるの？自分の身長より高いよ、これ。もうここがホラーだわ。何これ。何何、あ、水飲んでんだ。ふう。よう飲めたな。お酒とおつまみしか入ってない。あ、そういう人いるよね。下はなんかすごい作りだな、これも。これ何、洗面所と洗濯機。たー、高っ。トイレには用はないわ。すごいね、これ。これ何？これ洗濯物入れる？これがあれ、お風呂でっか。釜じゃないか。面白いな、このゲーム。これね、あえてこうやって作ってるんだろうね。ホラー要素っぽくて。もう見た感じホラーだもん。おお、びっくりした。いるかな、みゆき。いきなりリアルになったね。う、何この嫌な雰囲気は。鳥肌？寒気がする。風邪ひいたかな？何これ、新聞溜まっちゃってるじゃない。何今の音。聞こえるかな？みゆきいないの？おー、今日のバーゲンすっとぼけて、一人でいいの買っちゃったんじゃない？っていうか思ったんだけどさ、もう17時でしょ？バーゲンって過ぎてるんじゃないの？オープンとかにやらない？こんな夜からやるの？本当にいないのかな？こういう時って鍵が開いてたりするの？ドラマとかで見たことあるけど、もしかして。本当に開いてる。おい、あ、お、前の人。みゆき？悪ふざけはやめてよ。入っちゃうよ。これがみゆきの家か。なんなの、この空気。マジでやばいって。みゆき？大丈夫？いるなら返事して。お願いだから。セーブしとく？警察に電話した方がいいかな。でも鍵かけ忘れて出かけてるだけかもしれないか。入ってみよう。みゆき、上がるからね。怖いなぁ。なにこの音楽。うわっ！なにこれ。ちょっと待って。なんか出たよね、今。うわぁ。雰囲気。なに？風呂の前になんかいたような気がする。なんか出たよね、一瞬。洗濯物が入ってる。ここになんか出たなぁ。ちょっと寒い。怖っ。これ夏やるのいいかもね。
何これ、うわびっくりした、自分の操作ミスでした。これ右行くだろ、これ何シチュー、お見られてるってことね。題名最適にだいぶ傷んでる、最適冷蔵庫、あここ結構高さ的にはいい感じじゃない、これ木が2つある、観葉植物ね。この部屋見たくない、ものすごく嫌な予感が、まさか死んでたりしないよね、お願いだからみゆき入るよ。あこっちはテレビがちゃんと下向きだね、誰もいない、少しホッとした。なんでホッとするの、とにかく一度電話かけてみよう、不法侵入じゃないか。え通じないってオチ、てか電話の押すボタンってさ、なんか違うみたいだよね、あのドレミファソラシドみたいなので、だから音聞いただけでなんかわかるらしいね、わかる人は。やっぱり出ない、事件に巻き込まれたんじゃ、とにかく警察に電話しなきゃ、もう少しだけ調べてみよう、あの子おっちょこちょいだから鍵の閉め忘れとかしょっちゅうだ、しょっちゅうなのかよ、警察は調べ終わってからでも問題ないわ。これはみゆきが好きな恋愛漫画、君の名前はだね。そういえばみゆきは昔から日記を書いてたっけ、それを見れば何かわかるかもしれない。日記って勝手に読んでいいの、コーヒーとか見ればわかるんじゃない、飲みかけとかで。どうなんだろうね、テレビない。日記があるとするとここ、勝手に読んじゃいけないわ、ないわね。うん、ベッドはこれ何だろう、窓、なんか窓シーツがぐちゃぐちゃになっている、起きてからそのままだったのね。あれベッドがずれてる、何かあるのかな、どういうこと。ここに落ちているのはみゆきの日記だ、なんでこんなところに、5日前のとこはここからね、6月19日綾乃との旅行から帰ってきてから誰かに見られている感覚がより一層強くなった、これ家で起きた私と同じ現象じゃない、この変な視線は違和感なんかじゃない、絶対誰かに見られている、病気とかじゃないよね。大丈夫だよね。私と綾乃が行った旅行先での肝試し、あそこにあった赤い人形、私もなんかね見られてると思ったら見られてるような気がするんだよ、あれのせいかもしれない。綾乃、確かに肝試しで行った場所に変な人形を2人で触ったりしたけど、この見られている感覚はあの人形の仕業だっていうの、呪い、そんなバカなことがあるわけ。ビビるわ。でも確かにあの時の人形不気味だった、それにそれにあの視線不気味だな、ちょっと怖いな、あの人形と同じ目をしている気がする、本当にそうなの。6月21日、これはあの人形の呪いだ、間違いない、アイエヌにも言ってあげなきゃ、でもまだ信じてくれないかな、とにかく今日お祓いに行く予定だったんだけど急な仕事が入っちゃっていけない、明日にしよう。あれここまで私に言うこと躊躇してたんだ、なんで言ってくれなかったの、何大丈夫、酒ちょっと待てよ、セーブしとくか、セーブは大事、そろそろ始まるんじゃない、見てる人も注意してね、私も初見プレイだから何が起こるかわかんないけど、なんか突然なんか来るかもしんないよ、出れるこれ、もしかして出れないとかなってるんじゃない、この雰囲気ただことじゃない、私にこの先に入る勇気はあるのだろうか、帰りますか、はい帰る、ごめんねみゆき、私この空気耐えられない、あれあれ終わりこれ、あ終わった、私は恐怖から逃げた、怖すぎるよ、あこれもエンディングなんだ、みゆきごめんなさい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 、おやめてやめてやめて、右上なんか出たね、キャー、あバッドエンド、え何電気が、いや、おいやー、バッドエンド、じゃあちょっと続きやってみるか、これはやっぱ調べて解決しないといけないんだね、じゃあ水道だからこっちかな、なんか音がしてるから、うこれもうもうやめてお願いだから、いや見られてるだけで死にはしない、こんなことで怖がってどうするの、音だけで驚かすなんて B 級映画と同じよ、大丈夫絶対大丈夫、うん、
あれ、うっすらと誰か見える。そこにいるのはみゆき？わからない。みゆきさん？あれ、みゆき今いたよ、どこに？暗闇の中の錯覚だったの？錯覚？はっきり見えてたけどな。キャー、あ、早っ。私はあまりの恐怖にその場から逃げ出した。それからのことはよく覚えていない。気がついたら私は家に裸足のまま帰り、警察に電話をしていた。次の日の朝、一睡もできなかった。昨日から始まったあの視線のようなものもたまに感じられるし、毎晩警察に電話してなんだかんだで事情聴取された。警察にしても調べてみなみたいだけど、みゆきの行方はわからないみたい。しまった、日記を持ち帰っちゃった。後で警察に届けないと。それにしても考えづらいけど、みゆきは本当にあの人形の呪いにお祓いにも行けなかったからこんなことになってしまったんだろうか。決めたわ、今日は休みをもらって私お祓いに行く。みゆきの安否は心配だけど、今の私にできることは何もないし、近くに神社があったわね、行ってみよう。それにしても体がベタベタ、お風呂に入ってからにしようと。あ、続くのね。いや、2番にやるわ。お風呂は確か下だったね。よいしょ、ここか。よし。でもなんでみゆき相談してくれなかったんだろう。一緒に肝試しに行って起きたことなのに。大丈夫かな、この音。もしかして私のために黙ってくれてた。なに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 、なんか目が見えるね。それともあの視線みゆきなの？いや、それだとおかしい。みゆきを見ていた視線のなんとかが合わなくなる。読めなかった感じ。キャー、なに今の顔のようなものが。違う、顔なんてない。目を覆って暗闇の中に勝手に顔が浮かんできて怖いね。はあはあ、ダメ、精神的におかしくなってる。お風呂なんて入ってる場合じゃない。一刻も早く早くお祓いしてもらわなきゃ。出るって感じか、こっちね。あ、もう出ていいよね。は、早っ。確かこの辺りにあの人かな。これが妖怪とかだったら嫌だな。お坊さん？ん？今どうしたのかな？あやの困ってるんです。助けてください。お願いします。お坊さん、何か事情がありそうじゃな。中に入りなさい。お坊さん、そうでしたか。それでその人形を触ってから視線が感じられるようになったと。あやの、はい。あの、私、呪われているんでしょうか。傾向としてはよろしくないですね。今からお祓いをしましょう。ただ、除霊といっても霊を話してまた戻ってくる可能性もあります。なので成仏させてさせましょう。あの、お願いします。それでは始めます。すごいなこのお経。怖いな。それからお経のようなものが1時間近く続いた。長っ。お坊さん、かー、高そうだなお金。笑いは終わり、成仏されました。ご気分はいかがかな？すごい、驚くほど気分が良くなりました。本当にありがとうございます。お、いくらなんだろう？お金が気になる。私、大人になったらね、お金が気になるんだよ。それは良かった。あとはみゆきさんだね。早く見つけてここに連れてきた方がいい。じゃないと大変なことになるからね。こうしちゃいられない。私も明日からみゆきを探してみます。うむ、その方が良い。しかし友達思いの優しい子じゃな。見つけ次第すぐにここに連れてきなさい。はい、お坊さんもいい人だな。こうして私は明日からみゆきを探すことを決意したのだった。待っててよ、みゆき。あっちゃー、みゆきの日記を警察に届けるの忘れたはあるよね。明日でもいいか、会社にも休みを。またや、会社にも休みもらう。また休むの？みゆきの行き、大丈夫？会社休んで。みゆきの行きそうな場所はいくつか思い当たるところがある。小学校からの親友だからね。よし、今日は遅いし、早く寝よう。そんなに簡単に休める仕事ってあるんだね。バイトなら、うっ、変わってねえじゃねえか。見られてたぞ今。え、今のって、いや気のせいよ、お笑い終わったのよ。いや見られてたよ。一応寝る。
てんてん、お払い終わったの。もう何も心配することはないわ。あとは身請けを見つけてあの神社に連れて行くだけよ。余計なことばかり考えてしまう。さっさと寝ようと。怖いな。は、またいつの間にか寝ちゃったみたい。と日記落としちゃった。日記が勝手に書かれてたりとかしたら怖いよね。みゆき？ん？この日記ページがくっついてる。わあ、そういうパターンか。え、なにこれ、血？ 6 月22日。人間せいじゃった。人間のせいじゃなかったってことかな。どうなんだろう。助けて、視線招待、旅行つけ回った。違ったのか、犯人は。手が震えて書いたのか、文字が読みづらい。どんなに怖い思いでこの文字を書いたっていうの？人形のせいじゃなかった？視線？正体？なんだろう。視線の正体？旅行？つけ回った？つけ回した？旅行でつけ回した？旅行行ったんだね。つなげると人形のせいじゃなかった。助けて。視線の正体は旅行でつけ回していた。視線の正体は旅行でつけ回していた。どういうことだろう。ちょっと待って。確か旅行前にみゆきおかしなことを言ってたような。何？ストーカー？みゆき、ねえ、あやの、最近私変な違和感があって、なんだか気持ち悪いの。生き量とかなのかな？あやの、大丈夫。ただの風邪じゃない？まあ旅行行ってれば治るよ。さ、行こう行こう。この時私は特に、気にもせずにみゆきにこんなことを言ったんだっけ。みゆき、あやの、やっぱり私この違和感というか見られ。あやの、みゆき、もう考えすぎだってば。意識過剰すぎるよ。誰がみゆきをそんなに見てるっていうの。みゆき、ごめん、気のせいだよね。それからみゆきは私に視線のことを話さなくなった。私のせいで、みゆきは私に相談しづらくなっていたんだ。私の、あ、そういうのあるかもな。気づかれ、あんまり言いづらくなるんだよな。わかる、これは。今思えば、みゆきはこの時から違和感を感じていたんだ。あのね、なんか違うことを言ったら、なんか変な人に見られたくないっていうので、隠して閉じこもる人いるからな。私がもっと親身になって考えてあげれいれば。でも体験しないとわかんないよな。それも。それから私たちは観光や肝試しと旅行を満喫した。怖っ。でもその肝試しのせいで妙な違和感や視線の行き先が人形のせいになってしまった。人形関係なかったのか。でもあの違和感や視線は人形のせいじゃなかった。じゃあ肝試し前にあった違和感や視線の正体は何なんだろう。旅行でつけ回してった。いや、それ以前からみゆきをつけていた人間。元彼とか？違うか。旅行から帰ってきた時も、確かにみゆきに言われてから私にも、愚かって言うのかな。違和感を感じていた。何か同じ視線？いや、同じ人間に見られているって感覚があった。でも気にするレベルじゃないし、ましてやみゆきにあんなことを言った矢先、言い直そうとも思わなかった。ごめんみゆき、私が意地っぱりのせいで。おお、怖っ。コナンの犯人じゃん。違うか。怖いね。ちょっと待って、旅行の時のあの違和感があった時近くにいたってことは、あの視線があった時近くにいたってこと？どういうこと？おお、怖っ。あの時も、どっから来た？嘘だよね。誰か嘘と言ってお願い。お風呂とかも見られるのかな。嫌だな。あの時も。いやー、怖いな。ここも出てくるんじゃない？はあ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 、息が苦しい。さっき視線を感じたってことはまさか嫌？まだ何か書いてある。もう嫌だ。生き量なら大変だよな。ベッドの下、怖っ。ベッドの下ってなんだよ。やめて。どういうことだろう。動かないよ。動かない。
動かない、いる下に。え、お願いだから、夢なら覚めて。うおおお、わ、いや怖い怖い、やめてこないで、お願いだから。夢じゃった？いや、夢？え、どっちなの？なんて夢なの？え、どっち？そうだ、昨日お坊さんにお祓いしてもらって疲れてからすぐに寝たんだっけ。え、寝て帰った時見られてたやつはどうなのじゃ。今日からみゆきを探しに行かなきゃ。私、夢落ちとか大嫌いだけど、こればっかりは本当に夢でよかった。おっぶっ！ビビった。ビビったわ。ニュースをお伝えします。今日未明、2人の遺体が森の中から発見されました。1人は大平みゆきさん、もう1人は笹島綾乃さんだと。これグッドエンドないの？はあ、くったんねゲーム。結局音で驚かしてる。なんだよ、ゲームな。ゲーム落ちってこと？夢落ちじゃなくて。なにこれ、結局は霊じゃなくて人間だったってこと？まあ、霊より生身の人間の方が怖いわな。でもこんなんで誰がビビるんだよ、バーカ。次は現実のあなたの番ですってか？こりゃそうさ、はっはっは。飯でも買いに行こうと。うわぁ、しゃー、予想してたぞ。なにこれ。え、瞬時に逃げろってこと？これ終わったの？本当に終わった？どうだった？動かないんだが。あ、時間が経った待ってくれ、これこれ待ってくれ、なんか自分のパソコンと似てるぞ。怖いって。今何、捕まってゲームの中に閉じ込められたってことかな、どうなんだろう。うわー、すごいなこのゲーム。動いてる。あなたの後ろ。あなたの後ろって、わ、今真っ暗の中で私ゲーム実況してるんだよ。見られエンド。じゃあ今回はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者チョメでした。じゃあね、バイバイ。ちょっと次回はなんか他にあったら続けます。じゃあね、ありがとう、バイバイ。